大丈夫かい？なんとか町を守れたぜ。重傷の人は夜の帳に運び終えたわ。イサベル、怪我人の受け入れは進んでるか？何か手伝えることがあったら言ってくれ。ありがとう、クライブ。もう大丈夫。そうか。あなたには何度も助けられたわね。あんたは町の分裂を恐れていたな。この町をそこまで思うのは何か理由が？長い話になるわよ。構わないさ。聞かせてくれるか？私は昔クリスタル自治領にいたの。あの頃の私は自治領でも名が知れててね、ひいきにしてくれる客も多かったわ。でもそんな日々にも終わりが訪れた。恋をしたのよ。それもベアラーの青年に。人とベアラー、許されない恋だった。私たちの関係が知られた時、彼はひどい罰を受けたわ。だから一緒に逃げ出した。行くあてなんてなかったけど、さまよい続けて死を覚悟した時、この町にたどり着いたの。夜の帳ではみんな優しく接してくれた。いつも温かい寝床と食事を与えてくれた。そして何より、愛する彼を看取る時間も。ここで亡くなったのか？ええ、体の石化でね。でも最後は二人で穏やかに過ごしたかった。ここの人たちはそれを叶えてくれたわ。それに彼が亡くなった後、私が何もできなくなっても支え続けてくれた。たくさん迷惑をかけたのに、困った時はお互い様だって。みんな笑顔でね。夜の帳で一番大切なのは手を取り合うことだって。だから私も同じようにしたいの、ノースリーチのみんなと。それが夜の帳への恩返しだと思うから。ありがとう、イサベル。話してくれて。やっぱりあなたと彼はよく似てるわ。あなたは彼のような人のために戦い続けている。それはあなたにしかできないことよ。ありがとう、クライブ。今回のことでノースリーチは本当の意味で一つになれるかもしれない。住民も兵士もオリフレム校もお嬢さんも、これからみんなで手を取り合って町を守り続けていく。だからあなたも見守っていてね。ああ、必ず。
力を使うぞ。行け。行くぞ。ついたつもりか。Two!
相変わらず得体の知れん魔物だ。